いよいよ社会人になってからの話に行きたいと思います。3つ目のキーワードです。はい次々につながった。はい、先ほどですねそのクラシックバレエをやっていた話がありましたけれども、バレエの先生になろうと思ってたんですよね。バレエの先生になろうと思って、まあ、自分のダンサーとしての才能がないのはいいだけ分かってたので、でも、まあ、やっぱり教えたりとか好きであったんで、そのバレエの先生になりたくて、いたんですけれども、まあ、挫折しまして、はい、でもやっぱり就職、普通に短大を卒業して、就職って言った時にあんまり離れたところに行きたくなかったので、バレエ関係の雑誌社に就職をしました、そこがもしかしたらマスコミのスタート、いわゆる取材して、自分の得た情報を文字に起こす、そしてそれを人にお伝えするっていう、マスコミの第一歩ですよね。もう最初からもうそちらマスコミの世界に行ってたんだなっていう印象です。まあ、そこからですね、25、4ぐらいからですね、その時東京だったんですもんね。そうですね、その時はもう東京で、そこから札幌に戻ってくるじゃないですか、今民放にいらっしゃるんですけれども、その前は某 NHK さんにいらしたみたいでね、そこがスタートですもんね。そうですね、札幌に戻ってきて、ちょうど仕事を探している時にね、NHK 札幌放送局さんの方で女性スタッフを募集してたんですね、結局蓋を開けてみるとリポーター募集だったんですけれども、その時に300人ぐらいの応募があって、結局最終的に4人採用されたらしいんですね、後から聞いたところによると。素晴らしい。その運が良かったんですけども、その4人のうちの1人は報道のキャスターになったんですよ、で1人はラジオに回ったんですよ、で2人が私を含めてもう1人の人が、アナウンス制作部っていうところに配属されまして、それがアナウンスと制作って普通別元なんですよ。アナウンス制作よくテレビ局の、ことをご存知だと思うんですけど、アナウンス部っていうのと制作部っていうのは基本別なんですよ、ですよね、ところがなぜかそこにアナウンス制作部っていうのがありまして、そこに配属になった、平たく言うところの、自分で取材して、自分で編集して、自分で原稿を書いて自分で読むって、向いてる向いてる、そういう部署だったんですよ。今思えばそこが本当に私にとって、チャンス、それからの、そうですね、仕事、今の仕事にこのつながっていくものにまた一歩ぐっと近寄ったと思うんです、だって喋るっていう意識は私正直なかったし、先ほどね話ちょっと戻りますけれども、要は女性スタッフ募集で原稿作成していただくお仕事っていう文言があったので、まさかテレビやラジオに出演するのと、原稿書くのと一緒だと思ってなかったんですよそうですね、原稿作成部門 でしかも女性スタッフ募集ですから、女性リポーター募集って言って広告出してるんだったら、リポーター募集だったら、もしかしたらもう応募しなかったかもしれない、ですよね。なるほど。女性スタッフ募集で原稿作成っていう項目があったので、これなら私もできるかもしれないと思って応募したんですよね。しゃべりの訓練もやっぱりそこで一番綺麗なスタンダードなというか、しゃべりも素晴らしいもんね。さすがですよね。今は全然滑舌がすっかり悪くなっちまって、さっきからね、そんなことないです。ないですけれども、さすがだなと思う。ね、叩き込まれた感じ。でもおかげさまで確かにおっしゃる通り、アナウンス制作、仮にも NHK のアナウンスなので、やっぱりアナウンス教育は受けさせていただいたんですね、それは本当に今に生きてますし、財産ですよね、しゃべりっていうのは本当財産だと思います。そうですね、そこでそういうそれと取材と両方させていただけたっていう、もうまさにNHK 大学を出させていただいたような気分、専門学校だってお給料もらいながらですよ、お給料もらって勉強させてもらった。そうです、だから本当に恵まれてたなって、思いますね、そこから民放に行くのも本当にね、ある偶然というかちょっときっかけがあったらしいんですよ、そうですね、5年経って NHK、5年間 NHK にいたんですけれども、契約が切れるという形で、NHK から出まして、で本当に半年間どんどんこう貯金通帳が減っていくんですね。その時期もあったんですか、半年間。半年間もうね、どんどん減っていく。しかもちょっとその思い切って、ちょうどその頃パソコンっていうものが出だした頃なのでちょっと貯めたお金があったから、ドーンとっていうんで、iMac かなんか買って、これ高かったんですよ結構ね、でパソコンドーンと買って、じゃあこの余裕の時間を見てパソコンを習得しようなんて、どんどんお金使っちゃったりとかして、でこうもうやっぱり3ヶ月4ヶ月も過ぎてくると、貯金通帳がゼロになる夢とか見ちゃうの来てる来てる、それは来てますね。たまたま私のよく大好きで行ってた和食のお店がリニューアルオープンすることになって、そのオープニングパーティーに、のんきに大好きな着物を着て、着物をご趣味で、なんですけども、花束持って、おめでとうって言って持ってった、そこにマスク
コミ関係の方も何人かいらしていて、はい、まあ、今の現在私がお世話になっている民放 の、うん、あのプロデューサーさんがいらしてたんですね。ですね、でそこのお店の方があの気を利かせてくださって、あなたたち同業者よって言って同じテーブルに座らせていただいて、その方もこう、ねね、あの、はい、の女性のプロデューサーだったんですけど、まあ、お酒が入る最初私も緊張してたんですけど、お酒入るとだん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 、盛り上がってきて、そして打ち解けていって、でひょんなことで、いや今仕事探してるんですみたいなこと言ったら、あのいやよかったらじゃあ明日、うん、あの明日というか連絡ちょうだいって言ってくださって、でも酔った席でね、しかも民放、泣く子も黙る民放だと私は思ってたので、民放のプロデューサーがお酒の席で約束したことなんてきっとそんな、ね、虫のいいことっていう思いもあったし、もう翌日悩んで悩んで悩んで、でももう貯金通帳あ危なくなってきてたし、はいはい、やっぱりここでもまた、うん、自分を変えなければみたいな翌日の午後4時まで、うん、悩み抜いて、かわいい、でももう受話器握りしめ、何回も受話電話を押しちゃ切るみたいなことをやり、もうダメで4時半にかけてました。そしたら本当に、うん、あの緊張してかけてたのに先方で待ってたわよって言ってくださって、もう涙出るぐらいこう震えるあの感覚っていうまでも、いや、やっぱりそこでの出会いもあのお酒の席とは言いながら印象良かったんでしょうね、うん、待っててくれたあの子来るかなと思ってね、なんかそう思っててくださったらしくて、うん、その後、まあ、あのすぐ面接をセッティングしてくださって、はい、3ヶ月だけちょっと喋るコーナーリポーターみたいなのもさせていただいたんですけれども、うんうん、はい、まあ、そんな、まあ、いろいろなことがあった中で、なんかこう私が制作にをやりたがってるみたいなことをあの上の方が察知してくださったというか、うん、まあ、ちょっときっかけがあってね、はい、うん、お前もしかして喋るより作る方が好きなのかって言われて、さすがですね、実はそうなんですと、さすがですね、じゃあ制作入るかって、ここで初めて制作部って言ったんですよ、ね、でも普通民放さんって、もう25歳までがだいたい AD 期間、はい、アシスタントディレクターの期間で、もう25にもなるとコーナーディレクターからディレクターにどんどん一本立ちしていってるんですよ、うんうん、もう30にもなったら立派なディレクターなんですよね、うん、ところがその当時でもうすでに私32超えてましたから、へえ、いいな、こんな人いる、ついてるわ、なのでわらしべ長者みたいだわ本当に痛いわらしべ長者ですよね、いやいいタイミングでね、どんどんつながっていく感じだね、常にこう、そうですね、自己変革が向こうから来るみたいな必要性が、はい、うん、で私も別に AD からだと思うんで、どっちもこのつもりでこうするんですけど、逆に向こうの方がそうやりづらい、 NHK の経験者のいい年した女が自分の下につくなんていうのはね、あ、まあ、とってもやりづらかったと思うんです。そんな配慮もあってね、優しいね、うん、今度はヘリコプターですか、ヘリコプターが今度飛んできまして、はい、外で撮るっていろんなことがあるんです ね、私は今日初めてで目白黒しながら収録してるんですけどいちいち前こんなこともあるということでいろいろ注意点を教えていただきながら、まあ、今日でもいろいろ感じのヘリコプターですね、これまたどうなってるんでしょうか、本当にちょっとヘリコプター通り過ぎてから最後の一言再開、これすごい、いや本当にこういろんなあの経験がね、まあ、私もあのテレビをいつも楽しみにあの拝見してますけれども、今お話を伺ったことどれもあの無駄になってないなというか、みんなに優しい街づくりとかを考えるにあたり、本当にこう今までの経験が全部役に立ってるんじゃないかな、立場が変わったまあ弱者の視点であったりとか、相手の立場にまた立場が変わった目線で見るとか、いろんなことをね、あのなんか自分がピンチの時にもチャンスに変えていくとか、いろんなことがですね、あの今の番組に生かされているような気がいたしました、うん、そうね、そう言っていただけると嬉しいんですけれども、うん、NHK にいた時代に素地はありまして、うんうん、はい、あの福祉リポーター制度っていうのがたまたま全国の局に発布されましてですね、うん、はい、NHK 厚生文化事業団というところが各局 の地方発信の福祉ネタのリポートをあの東京本局の方に上げるっていう、うんうん、まあ、そういう福祉リポーターを移植しなさいという命令が各局に下って、はい、でたまたま私が札幌放送局の福祉リポーターという形で当時の、うん、あのアナウンスの上の方からご指名をいただく形で、うんうん、でもその時本当私まだ福祉の負の字もボランティアのぼの字も全くわからない状態、うんうん、まあ、そこからあの一つずつ地元の社会福祉協議会にの代表番号に電話を入れて、うん、どうしたらいいでしょうかみたいな、今を考えれば何とも恥ずかしい取材の仕方をしてたんですけども、とにかく福祉というものに対してかじりつくみたいな感じで、はい、何でもかじって何でも話聞きに行って、自分の中にこう福祉っていうものの概念が出来上がっていったんですね、うんうん、まあ、時はあたかもその高齢化社会
を見込んだ、まあ、介護保険の前身であるシンゴールドプランというのが発表された当時だったんですけれども、はい、まさに高齢化っていうのがもう避けない未来としてあると、じゃあそのための社会構造をどんどん変革していかなきゃいけないという時代だったんですね、なのでもともとはその高齢者福祉っていうのがもともとの私の入り口だったんですけれども、はい、それがだんだん障害者福祉や、まあ、あのその他のまあ、病気、難病の方とか、まあ、いろんな方との接点をいただくことで、まあ、あのそれぞれ例えば目の不自由な方、耳の不自由な方、それぞれの障害でそれぞれのスペシャリストやそれぞれのご当事者の声があるわけですね、だけど私は取材者っていう立場でそれぞれいろんな方たちの話を聞くことによって、意外とこうなんか横断的なって言ったらちょっと言葉が硬いんですけれども、あのいろんな分野の福祉を、まあ、つまみ食いさせてもらえたっていうことがありますね。でそこがあのそうするとやっぱりその分野だけにいては見えないけれども、おかげさまでちょっと引いて見させていただくと、あ、こっちの分野とこっちの分野に共通の問題点がある、じゃあこの両方を一つ解決すると両方にとって便利、これってユニバーサルデザインじゃないですか、あ、本当だ、最初の話につながりましたね。そういうのが、私の立場では見えるんだっていう、なんていうんだ、高揚感、私だったらこっちの人にも話聞ける、あっちの話にも聞ける、共通のね、問題点であったり、もしかしたらすごく互いのヒントになることがそれぞれにあったり、これってやっぱり取材するっていう立場の人間、しかもユニバーサルデザインっていう言葉を一貫して500回、あの作ってくる、まあ、その前にもそういう福祉リポーターとして、あの地元のもっともっと小さな小さなネタを拾っていた時代もあったんですけども、その時代からこうどん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 やっていくと、こうまあ、本当に山の上に登って全体を見渡させていただくポジションに立たせていただいたみたいなね、なので本当に自分にとってはそれが使命っていうんでしょうかね、あの伺ったところの人の情報を必ずどこかに還元する、それはもちろんテレビ番組っていう方法もあるかもしれないし、物を書くっていう方法もあるかもしれないし、まあ、今後ちょっとあの手伝うかもしれないそのコンサルティングみたいなね、そうです、今本当に話してて私も自身が今、なるほどそういうことなのかもしれないなって本当思っちゃったんですけども、だから私でないと、あのそうユニバーサルデザインのこういうこの番組のこの作り方はできないっていう、かっこいい山田さん、あのうちの番組ってそれを真面目に あの真面目に固く清く正しく美しくは作らない、そこにあのリポーターの石井さんっていう、ご覧いただいた方はお分かりいただけるかと思うんですけど、本当にこう楽しくて優しくて、愉快な、そしてユーモアあふれるお話の仕方を、するキャラクターを持ったリポーターさんで、その彼女のキャラクターを借りて、やっぱ福祉も楽しく、でこう納得できる、で人間ってこう正しく美しいことを与えられるとこうかしこまっていただいちゃって、自分の身近なこととしてなかなか引き入れられないんですよね、だけども石井さんの面白さっていうのにこう力を借りて、本当に中に芯ね、芯の真理はあるけれども、周りはチョコレートコーティングされた一口サイズのチョコレートみたいなもんで、ポンと口の中にポンと入っちゃうんですよ、面白いパクって食べちゃうんですよね、そしてお腹の中に収まった時に、あれってこういうこと言ってるのかなって後から思ってもらえる、本当にだから楽しく分かりやすく、一気テンポよくっていうのがうちの番組の演出の特徴だと私は思っているので、なるほど、あれ番組2分ぐらいでしたかね、そうです、すごくこうあの凝縮された2分で、毎回毎回こう印象に残る、あ、なるほどと思うことがね、テーマが盛り込まれていて、今後もあの応援しておりますので、番組の1000回とかね長いですね、あと10、そうそうそう、いけるいけるいくつになってるんだろう私あの名コンビ、あの、ずっと続くように、あの応援しておりますので頑張ってください、役目をいただける限り頑張っていきたいと思ってます、テレビディレクターの山田元子さんでした、ありがとうございました。ありがとうございました。